こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。世界最大で増刊中の中国海軍だが、それでも日米に懸念を抱く部門がある。日米の潜水艦技術は世界でもトップだ。海洋進出を目論む中国にはどうしても潜水艦技術は必須と考えられる。では今回中国が見た日米の潜水艦評価を紹介していきます。見える部分よりも見えない部分の方が中国は怖いような気がしています。2020年11月現在、中国海軍は国産の航空母艦建造を進めて空母打撃群の展開を視野に入れており、これを構成する艦艇の一つとして新型の055型駆逐艦南明を就役させるなど増強を続けている。こうした空母打撃群の護衛にはアメリカ海軍がそうであるように随伴する。攻撃型潜水艦の存在が必須となると考えられるが、こちらに関しては、2006年から就役した093型原子力潜水艦が最新型とみられる。この093型原子力潜水艦は、西側諸国が通称、小球と呼んでいる。攻撃型の潜水艦であり、2018年1月には尖閣諸島近海に航行したまま接近、海上自衛隊艦艇や航空機の追尾を受けて浮上したと思え、おぼしき艦だ。こうした自国の093型原子力潜水艦の行動もあってか、当時の中国国内での反応も厳しい見方が多く、当時の海上自衛隊の最新鋭の双流型潜水艦に対してその性能を警戒する声が飛び交った。いわく、双流型潜水艦は非常に優れた潜航深度を実現しており、中国の潜水艦の約300メートルと考えられる潜航深度に対して、倍以上の数値を誇る可能性があると指摘する声もあった。その潜航深度を、双流型潜水艦が実現した理由の一つとして、高い水圧に耐える鋼材を船体に使用し建造されていることを挙げ、素材と建造技術の高さが、それを可能にしているとの推察も見られた。こうした、双流型潜水艦の性能を侮れないとの指摘がある一方で、通常動力型潜水艦として優れているに過ぎないとする意見も見られ、戦略型原子力潜水艦を保有する中国が優位との論調も目についた。敵艦艇や潜水艦を主な攻撃対象とする攻撃型潜水艦と、敵国を核兵器を含む弾道ミサイルで攻撃可能な戦略型潜水艦の位置づけを潜水艦という一括りで論じることには無理があることは議論を待たないだろう。そのため、海上自衛隊と中国海軍とが対峙するとした場合、比較すべきなのは攻撃型潜水艦同士及び水戦哨戒能力だと考えられ、ひとまず戦略型潜水艦は別枠に置く方が現実に即したものと言えよう。その場合、原子力潜水艦が通常動力型潜水艦に対して優位性が高いことは事実であり、燃料補給をほぼ半永久的に考慮しなくても良いことや、水中移動時の速力の速さなどが特筆すべき利点となる。反面、こうした
連続航行距離や水中の移動速度と同じく攻撃型潜水艦に。求められる要素に敵に探知されず、雷静粛清が大きな比重を占めると。言えそうで、まさにこの点が日本の潜水艦の大きな武器だろう。前述の2018年の尖閣諸島近海での中国海軍の093型原子力潜水艦の浮上の一件でも、日本側は海中のセンサー、護衛艦、回転翼機、潜水艦など複数の対潜哨戒網でその行動を把握していたと考えられる。そしてその追尾に当然潜水艦も加わっていたが、その位置を中国側に把握されないように093型原子力潜水艦に警告を発したのは護衛艦。回転翼機などがその任に当たったものとみられている。これが実戦ならば、中国の093型原子力潜水艦は海上自衛隊側からの一方的な攻撃にさらされたことを意味しており、この事実を公表した日本政府側もそのことの優位性をアピールする狙いが大きかったのだろう。093型原子力潜水艦は、現在中国海軍が進めている空母打撃群の護衛任務にあたることが有力視されているため、この例に、ように日本側がその行動を確実に把握できるならば、太平洋方面への進出阻止に期待が持てる。ただし、中国海軍では、すでに、093型原子力潜水艦の次の新型の攻撃型原子力潜水艦の建造に着手していることは間違いなく、従来通りに海上自衛隊の対潜哨戒網で捕捉できるか否かは微妙となるだろう。そもそも、093型原子力潜水艦の潜航深度が約300メートル前後であったことは、建造に用いる素材の耐久性や技術といった要素以外にも、従来中国海軍が黄海や東シナ海を主とした活動範囲としてきたことも大きいと思われる。中国の内海である紀海は、特に水深が浅く、平均で44メートルほどしかなく、また、東シナ海も、これより深いとはいえ平均で約370メートルと、093型原子力潜水艦が行動するには、必要十分な環境だった。こうした黄海や東シナ海の浅さに比して、中国が人工島などの軍事拠点を建設し、大半の領有権を主張している南シナ海は、平均の深さが1200メートルを超すなど、全く異なる水深を持っている。この南シナ海の深度は、攻撃型潜水艦よりも弾道ミサイルを搭載した戦略型原子力潜水艦が潜むのに適した環境とみられており、ここからフィリピンの東側まで進出すれば、アメリカ本土もその射程内に収められる。この事態をアメリカは最も憂慮していると考えられており、ここに潜航深度を増した戦略型原子力潜水艦を配備されることを想定し、それを無効化する対策に迫られていると言えよう。こうした南シナ海に展開する戦略型原子力潜水艦を防衛するため、同じく潜航深度を向上させた攻撃型原子力潜水艦の開発を
中国は目指していることは、まず間違いがない。2019年、日本政府が海上自衛隊の潜水艦、黒潮や護衛艦、加賀などを南シナ海に派遣し、同海域で演習を行ったと、異例ともいえる公表をしたことも、これを念頭に置いてのことだと思われる。